皆さん、こんにちは。暑いですね。それともう一つ、眠くありませんか？今オリンピックだけなので、本当にしょぼしょぼしておられる方もあると思います。本当にそういう中、こんなに早くからお越しいただいて、本当にありがとうございます。今回もたくさんの応募がありまして、40組近くの方が抽選漏れということになって、非常に残念な思いはしておりますが、それだけたくさんの方が、いつも毎年参加をしてくださって、そして皆さんのお力添えで今回で12回目を迎えることができました。12年目です。すごいなって私も思っておりますけども、それだけやっぱりオカリナ人口が増えているということもあるし、オカリナを好きな人がたくさんいらっしゃるんだなということを思います。でもう一つは、今からずっと終わりまでこのオカリナを聴かれると、ちょうど会社に出勤して帰るまでの間ぐらいの、それに近いぐらいの時間、ずっとここに、まあ入り浸りといいますかね、そういう感じになるんじゃないかと。しかし普通の音楽会とかコンサートなんで、1時間か2時間とか、そんなに長く、よくもうまあこんなに聴いてくださったり続くなと思うんですが、それもやっぱり一つ理由があるんですね。それはちょうど芥川龍之介さんの作品の中で、蜘蛛の糸というのをよくご存じだと思いますが、神田田という罪人がいて、蜘蛛の糸で辿って極楽に行こうと思って登っていくと、ちょっと下見るともう無数の人がそこにうわーっと登ってきますね。神田田の声は、神田田はびっくりして、ほらそんなにたくさん登るな、お前らついてくるの、登るな、ここで糸が切れたらどうするんやって、すごい大声で叫ぶんですけど、オカリナの世界っていうのは全くそれと逆で、どんどん登ってきたら、おお登ってこいよ、登ってこいよ、登ってこいっていう、そういう世界だと思うんです。つまり人と人とのつながり、人と人とのそういうものが、コミュニケーションとかいうものが、このオカリナという楽器の中には魅力としてあるというふうに思います。本当にオカリナを中心にして集まってみなさくださる皆さん、本当にありがとうございます。神戸阪神淡路大震災、もう17年になるんですけども、まだ記憶からもちろん去ることはなく、ずっと頭の中にあるんですが、それがまた去年は東日本大震災、もう未曾有の大変な事態が起こりました。たくさんの方々が命を失っておられますけれども、このオカリナのフェスティバル、このオカリナの音で、その亡くなった方々にもそういう音色をね、届けていきたいなというふうな思いをしております。いつもセミがじいじい鳴いておりますけども、セミの命は短いんですが、どうか皆さん方も、演奏される方も聴かれる方も、情熱いっぱいにセミの鳴くように、あんな声のように、今日はその力をもう存分発揮していただけたらと思います。どうぞ皆さん、今日明日2日間ございますが、素晴らしいゲストの方もいらっしゃいますので、最後までどうぞ、ゆっくりお楽しみいただけたら嬉しいと思います。本日はどうもありがとうございました。